本日はホームラン件。本当にこういう時代が昔の漫画のね時代でちょっと古き良きな感じしますよね、うん、あまあまあまあ音はありますだからこんな感じですね。ノンフライっていうのは美味しいですね。あのホームランとノンフライだからその入るんですよ。フライうーん、鶏ガラのいい香りがしますよ。あのね、ちょっとこの液体スープなしでいってみていいですか。絶対入れた方がいいです具もやっぱり入ってますよ。ナルトも入ってますしね、チャーシューも。いただきます。うん、しざ醤油、麺はすごく細いですね、黄色で。うん、もちもちしてる。すごく食感があって美味しい。全体的に懐かしいです。結果は15。ごめん、値段的にもまあ、かもなく不可もなくだったんです。麺もスープも普通に美味しいです。でも なんか特徴がないんですよね。だから出汁とかはしっかりとってるんだろうけども、新しさがないのと、ホームランってやっぱハードル上げちゃってるんですよ。誰もが知っているロングセラー札幌一番ね。とはいえ僕ね、久しぶりですね、小中学生の可能性が濃厚です。麺は白いね、やっぱこれ面白いですよね。すごい黄色い麺もあれば、うわこれはすごい、めちゃくちゃ入ってますよね。こちら側もこれもう確実にチンゲン菜でしょ。でこれコーンとニンジン、うわこれ期待できるよ。あ、醤油の香りはしますよ、もちろん。うわでもね、うわすごい、もう野菜がすごいです。もう具沢山。じゃあいただきます。まずはスープを。あ、うん、あの懐かしいな、濃い醤油味、濃厚かつしっかりと野菜の甘みまで出てますよね。麺は細く縮れております。うん、コシがある。うん、チンゲン菜、チンゲン菜です。そのまんまですね、フリーズドライだ。札幌一番醤油味は22。これだけロングセラー長く愛されている理由分かりましたね。もう誰が食べても美味しいでしょこれ。で、罪悪感がない、これだけ野菜をね取れますから。こちらエースコックさんの煮干し醤油ラーメンでございます。本格的ですよね。五反田にもですね、煮干しのお店があるんですけど、すごく大人気です。やっぱこういうの出てくるんだなと。あ、めちゃくちゃシンプル。え、これこの中に火薬と粉末をひとまとめしたワンアクションですよ。あ、でも粉末なんですけども、この煮干しの、うわすごい香りがね、うん、ではオープン。あ、煮干しの香りがすごい。うわなるほど、ちょっとこれだけのドーンっていう
インパクトの割には具が少ないかな。麺はおすすめですね。いただきます。かもなく不可もなくというか、まあ問題はスープなんですよ。ああ、なるほど。うん、煮干し感がすごいわ。なるほど。エースコックさん、煮干し醤油ラーメン14でございます。いやー、印象点がちょっとね、ごめんなさい、1、蓋開けた時のちょっと寂しい感じ、やっぱちょっと全体的な印象を含めたパンチがなかったかな。でもお腹を膨らますという意味では本当に嬉しいコスパサイズ感ですよね。煮干しって言いますけども、星は1っぽくなっちゃいましたね。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。